戦死時代は、歴史時代以前の歴史区分にあたり、文字を使用する前の人類の歴史である。1838年に、スウェーデンのスベン・ニルソンが表した、スカンディナビスカ・ノルデンス・由来バネア、ルンドにおいて、用語、ファー・イストリアを用い、1851年に、ダニエル・ウィルソンが著作、ザ・アーケオロジー。 アンドプリヒストリックアナルズ・オブ・スコットランドで英語圏に紹介し、1865年にジョン・ラボックがプレ・ヒストリック・タイムズを発表して以来英語の単語としてプリヒストリックが広く使われた。戦手時代の対象範囲は定義に忠実ならば宇宙海部役以来の時間範囲が該当する。しかし一般的には地球上で 生命誕生が起こってからの時代が取り扱われ、特に人類が出現してから以降と捉えられることが多い。この人類発祥後の時代は三時代法という、それぞれの時に使われた主要な道具類の種類に基づく、石器時代、青銅器時代、鉄器時代という連続した時間ごとの時代区分が用いられ、それ以前は地層が形成された時期をもととした。 創意学的地質記録に基づいて地質時代単位で分けられる。ただし、マカリスターなどは石器時代に先行する加工性に優れる木材を利用した木器時代を提唱し、また人類史において道具を使わない時代というものも想定される。また、新石器時代と青銅器時代の間に銅器時代が入る場合もある。戦士時代と 歴史時代を明瞭に区別する基準は、その時期に記された文献の存在有無による。文字が初めて用いられたのは地域によって異なるが、青銅期時代後期から、鉄器時代中期の頃と分析されており、この時期から地域的な有史時代が始まる。しかし、戦史時代と有史時代との間には、神話や伝承など、口述記録が伝える、原文時代、または、 中間時代も置かれる。そのため、歴史家は文字記録だけに頼らず、考古学に代表される自然科学や社会学的分析を取り入れて、太古の歴史に対する解析を行う。イギリスのストーンヘンジ。おおよそ4500から4000年前の新石器時代に建てられた。定義において文書記録がないとされる戦士時代は、 それを取り扱う際に時代の見極めが特に重要となる。しかしはっきりとそれを断定できる手法は19世紀になるまで開発されていなかった。そのため初期の戦死時代研究は発掘、地質及び地理調査、自然や文字を持たない民族の習慣を分析するなどの考古学や形質論的人類学に頼らざるを得なかった。また遺伝学者による 人口分布や歴史的な言語学もこの研究に見識を提供した。文化人類学は婚姻や貿易の起源や波及の様子を知らしめ、戦死時代の人類がどのような文化背景の中にあったかについて豊富な情報を提供した。この他にも、古生物学、生物学、花粉学、天文考古学、 比較言語学、人類学、分子遺伝学など多くの自然科学、社会科学が、戦士時代分析に情報をもたらした。戦士時代における人類の歴史は、記録された変年的歴史だけでは判断することは、不可能であり、もっぱら遺跡や遺物などの発掘を通じた、高古文化的分析から得ることになる。 戦士時代の終わりについても、優位な学術的歴史記録が発生する時期という点で見る限り、地域ごとに異なってくる。例えば、エジプトは、紀元前3200年頃には、記録が作られ始めるために、戦士時代は終焉したと言えるが、ニューギニア島は同様の意味では、紀元後の1900年前後に、戦士時代を終えたと言わざるを得なくなる。 アメリカ大陸についても以前はクリストファー・コロンブスによる発見以前を戦士時代と扱うこともあった。アウグスト・シュライハーとフリードリヒ・マックス・ミュラーは言語学の観点から戦士時代と有志時代を区分した。これによると戦士時代の言語とは単独の音節を並べるような状態から膠着や屈折などの形態を持つに至る段階であり、これが 権力の発生とともに、文法の整理など、共通言語としての定裁が整いつつ文字言語が成立したという。マラメルによると、これらは人間集団の知性が言語に及ぼす変化について法則的に説明する試みである。猿から進化して人類が誕生した時期は約400万年前と言われる。最古の人類化石はアウストラロピテクスなど、 エンジンであり、彼らは二足歩行をして、非常に簡単な積成道具を使用した。彼らの発生や進化の過程には、様々な説が提示されている。ミトコンドリア DNA を集団遺伝学で分析した、結果から得られた初期の人類の移動図。数字は、現代を起点に千年単位で遡った時期を表す。旧石器時代は、 石器時代の古い頃を意味し、石を道具として用い始めた時期を指す、石器時代の初期にあたる時代区分となる。これもさらに区分され、初期にあたる前期旧石器時代は、ホモ・サピエンスの前段階にあたるホモ・ハビリスが、石器類を使い始めた約250万年前頃に相当する。初期のホモ・サピエンス登場は、約20万年前の中期旧石器時代となり、 彼らは、初歩的な言語を扱うのに、十分な能力を獲得する変化が、頭蓋骨の学部骨格を分析した結果から認められた。で、アフリカを果たす7万から5万年前には、彼らが使う石器や骨格器など使用する道具類は成功で、種類も豊富になり、埋葬や原始的な音楽が見られるようになったことも、中期旧石器時代の特色である。 中期旧石器時代の文化は主に、ホモサピエンスが担ったが、ネアンデルタール人やデニソワ人も一部共存していた。芸術は、約3万年から約1万年前の後期、旧石器時代には始められていたと言われる。フランスのラスコー洞窟の壁画やビレンドルフのビーナスが、制作されたのも、この時期に相当する。また、数の概念も作られたらしく、 今後民主共和国で出土した日々の骨に刻まれた記号は最古の数表現と思われる。旧石器時代に人類は狩猟採集社会で遊牧民的な生活を送っており、その社会も非常に小規模で平等なものだったが、豊富な食料調達が可能なところや貯蔵方法の発展によって主張や社会階層を持つような、 複雑な共同体を構成していたところもあった。丸木船。中石器時代は石器時代の中頃にあたる約2万年前から約9000年前の時期を指すが、これは人類の技術発展に基づいた区分である。この時期は約1万年前にあたる高新オの終わり頃に始まり、地域によって様々な農耕の導入を終わりの契機とする。 近東など一部地域では、高清明の終わり頃には、濃耕が始まっており、そのようなところでは中石器時代の定義は、短い期間のあやふやなものになる。また、氷河の影響を受ける地域では、急石器時代もしくは、末期旧石器時代という用語が適する。逆に、第四期氷河時代終焉によって、自然環境が好転する恩恵を受けた地域は、はっきりした。 中石器時代を迎えた。北欧では、広がる湿地帯から食料をたくさん得ることができた。同様に、マグレモーゼ文化やアジール文化なども豊富な資源を背景に人類が発展を見せた。ヨーロッパ北部では、このような時代は6000年前まで続いた。この時代の遺跡は少なく天在状態にあり、古代のゴミ捨て場である、貝塚程度しか目ぼしいものが見つからない場合も、 しばしばである。しかし貝塚は、その当時の生活様式に関する情報を与える。食料は、貝殻類に限らず、動物や、鳥類の骨など、また、すでに犬を飼う習慣を持っていたこと、時に、人骨や、石器類も発見される。多くの地域で、中石器時代を特色づけるものは小さな角石を、用いた、道具類であり、採石器や、マイクロビューラン。 魚具、石製蝶などがある。また、場所によっては、カヌーや弓なども木製具も発見されている。このような技術は、アフリカのアジール文化で起こり、北部アフリカのイベロ、マウリシオ文化やレバントのケバラン文化を通じて、ヨーロッパに伝わった。この他にも独立した発見も無視されてはいない。マルタ島ハジャーアイム遺跡群にある、ジュガンティア木の寺院の門。 新石器時代は、原始的な技術や社会構造が発達し、石器時代にピリオドを打つ時代である。人類は、環境適応能力の高さを発揮し、生活領域を拡大し、狩猟社会だけでは利用できなかった、生活資源を活用し始めた。約九千年前に始まる。この時代には、村落の形成や農耕、動物の家畜化、道具類の発展、巨石建造物、 そして戦争の痕跡が確認できる。この用語、新石器時代は、通常では、旧世界を指し、アメリカ大陸やオセアニアなどで、結果的に、金属加工技術を発生させなかった、文化段階をも指して使われる。早期の縄文土器古い河原家は、日本の縄文土器やバイカル湖周辺など、紀元前1万3000年頃には、製作が始まり、乾燥地帯では、 紀元前6000年頃と推測される、メソポタミア最古の土器などに先行していた。制作方法も当初の手こねから、型にはめるもの、そして、とぐろ巻きなど進化し、合わせて、装飾や彩色も発展した。土器は主に貯蔵や調理、または、食器として用いられ、やがて用途が広がり干渉や埋葬用などにも、使われるようになった。 これら河原家の特徴を分析することは、社会集団の発展や交流などを突き止める手がかりとなる。発祥から、戦死時代前半がまでの人類は、生存能力に劣り常に、滅亡の可能性にさらされていた。火を使い加工する手段を得てはいたが、食料は、多くの植物性及びわずかな動物性食物に、頼り、常に、飢餓の危険にさらされながら、 より住みやすい土地を求めて移動を繰り返していた。そのため、集団の信仰や集族には多産を記念し推奨する要素が多く生じ、またジェンダーの観念も生殖に重きが置かれていた。この停滞状態を脱し、人口が増加に転じた。主たる理由は、農耕や牧畜など食料生産手段の変革があった。戦死時代の研究家ビア、 ゴードン・チャイルドが提示した新石器革命の概念によると、紀元前1万年から紀元前8000年頃にシュメールで農耕が始まり、紀元前9500年から紀元前7000年頃にはインドやペルーでもこれと独立に行われ始めたという。さらに、紀元前6000年頃にはエジプト、紀元前5000年頃には中国、そして、 紀元前2700年頃にはメソアメリカで農耕は広まった。中東の肥沃な三日月地帯が重視されがちだが、複数の作物や家畜を育成する農耕システムは考古学的分析からアメリカ州や東アジア、東南アジアでもほぼ同時期か若干早く発生していた。シュメールでは、 紀元前五千五百年頃には組織化された考えや、先住労働も始まっていた。それまで集落が依存していた岩石を用いた石器は、制銅器や鉄器にとって変わられ、これら新しい道具は、農作業のみならず戦争にも使われるようになった。ユーラシア大陸では、銅や制銅の道具が発達し、紀元前三千年頃に、地中海沿岸東部で発明された。 製鉄技術は、中東を経由して中国まで伝わり、農具や武器へ利用された。紀元前千年頃の世界の技術、社会構造の状態主猟最終社会遊牧、牧畜社会単純農耕社会複合農耕、主張支配社会国家社会非居住蓄積機時代、シーセンブス、青銅器時代、シーセンブス、アメリカ大陸では、金属器の発展は遅く。 紀元前900年頃の茶瓶文化勃興をまたねばならなかった。モチェ文化では金属は武具やナイフ、器などに用いられ金属資源に乏しいインカ文明でもチム王国に征服された頃までには金属片をつけた隙が実用化されていた。しかしその一方でペルーでは考古学的調査の進捗は限定的であり古来の記録媒体であったキープは スペインのインカ帝国征服によって、ほとんどが焼却されてしまい、資料に乏しい。ほとんどの都市遺産は未だ発掘されていない。メソポタミアのユーフラテス川やチグリス川、エジプトのナイル川、インドア大陸のインダス川、中国の黄河や長江のように文明のユリカゴは川や谷がになった。一方、オーストラリアのアボリジニや南アフリカの三人のような遊牧的な民族は、 農耕を自分家に取り入れた時期は比較的近年になってからのことである。農耕はその作業において分業を促進し、そこから複雑な社会構造ともいえる文明を作り、国家や市場を形成した。技術は自然を利用する術を授け、交通や通信手段を発達させた。 紀元前1200年頃の古代エジプトで、お牛に金属器のプラウを引かせる、図製銅器時代は三時代法の一つに数えられ、いくつかの文明において、新石器時代の次に到来した。ただし金属精錬そのものは新石器時代に発明されたものと考えるべきであり、金属器が広まるまでの間には、金石平洋時代、または石青光器と呼ばれる、 カトキが存在した。この時代には人類の文化が発達し、露天状態の鉱石から銅や鈴を精錬し、合金である青銅を成形する金属加工技術が体系化され、広範囲に伝播した時代を指す。紀元前3000年頃までの西アジアで作られた青銅器に銅、鈴合金がない点からわかる通り、自然状態の銅鉱石は多く不純物として、 ヒソを含み、銅、鈴原稿は、希少だった。聖銅は、形の表現において適切であり扱いやすい鉢、性質を持ち、数々の道具や武器を呼び装飾品などが作られた。聖銅器時代は、筆記が発明され、初期の記録がなされた時代でもある。最古の歴史記録の一つであるメソポタミアでは、紀元前2600年頃のシュルッパクの粘土版に、 刻まれた文字が発見されている。これらは主に行政、財政上の収支や土地配分などの記録であったが、当時の社会体制を知ることができる点では、歴史技術の一つとみなすことができる、鉄器時代のケルトの銀器考古学では、鉄器時代とは、鉄や金技術が実現した時代区分を指す。鉄の使用は、農作業の効率を高め、 信仰や芸術の発展など文明、大きな革新をもたらした。そうして、哲学史的にも、数軸時代と呼ばれる、世界同時的な変化を生んだ。古代、インドや古代ギリシアローマでは、歴史とは繰り返すものという円環的時間概念があった。ギリシアのトゥキディです。ピタゴラスはこの考えを前提に置き、プラトンは、手相手とすにて、 歴史が循環する期間を3万6千年と試算し、これは、プラトン年、または、プラトン的展開と呼ばれる。この流れを受けて、ローマのクリュシッポス、ストア派のエピクテトス、マルクス・アウレリウス・アントニヌス、そしてポリュビオス、アリストテレスらも、歴史を循環するものと捉え、未開の時代は想定されなかった。ケルト人は文字をほとんど使わない一方で、その存在は、カエサルの、 ガリア戦記など多くの歴史記述の中で多少として用いられてきた。この民族についての研究は15世紀頃から活発になるが、民族起源論や言語学としてのケルト語研究などが主流であり、当時はケルトとは西ヨーロッパの戦士時代という概念で捉えられていた。これらは19世紀に考古学が確立し遺跡調査や 人類学的分析などを通じ、ケルト人とは、石器、青銅器時代人、ガリア人は、鉄器時代人という大きな区別のもと、ケルト文化圏という概念に変化した。中世ヨーロッパ全般の歴史認識は、キリスト教的歴史観である普遍史が支配しており、天地創造とアダムとイブ誕生以来の歴史は聖書に記述されており、いわゆる、 戦士の概念は存在しなかった。大航海時代が到来し、地球規模の地理を呼び、民族の知識が蓄積され、文字を持たない人間社会の存在が知られると、その位置づけについて考察が及んだ。この中に未開の人類を想定した例が、コンドルセの人間精神進歩史である。彼は文字を持たない人間について一軍団を作った。 状態に遊牧民族の二段階を想定した。ただしこれはあくまでアメリカやアフリカ及びアジア辺境に実際に住む民族を色分けした交差系列的分類であり普遍士感を壊すようなものではなかった。戦死時代的人間の社会や生活に創造をめぐらした先駆的な例はジャンジャック・ルソーの人間不平等起源論で語られる自然の中で 言語も家族も持たずに理性ではなく感情で生きる自由人に見ることができる。これとほぼ同じ考えはイマヌエルカントも人類史の憶測的起源で触れているがどちらも憶測でしかないと断っている。このような戦士時代概念を歴史上に組み込む役割は啓蒙思想が担った。ボルテールは歴史哲学にて理性を持つ以前の人類を 文字を持たない金獣がごとき状態があったと主張した。大学の歴史学者の中からは、ドイツのゲッティンゲン大学歴史学研究室から、ヨハンクリストフ・ガッテラーや、アウグストルート・ビッヒフォン・シュレーツァーらが、普遍史観による創生期限を否定し戦士的な時代を想定した。科学面から、戦士時代を想定した人物に、ビュフォンがいる。1778年の、 自然の正期では、熱い火の玉から地球が生まれたという想定を基本に、歴史を想定し、誕生した人類は、地震や噴火などの激動する自然や、肉食動物に捕食される、危険の中で生き残るための工夫を重ねて、技術を発展させたという説を唱えた。その一例が、当時雷が作ると考えられていた石符であり、これは、 人類が石を尖らせて作ったものと述べた。さらに、積み重なった考古学的発掘品の整理をするために、コペンハーゲン博物館のクリスチャン・トムセンが、北方古代文化研究入門にて三次大法の古代の歴史を区分した。生物学会からは、チャールズ・ダーウィンの種の起源が人間を含む生物の進化段階を述べ、それを裏付ける化石人骨の発見が続いた。 このような数々の思想や発掘証拠などが積み重なり、ウィルソンやラボックらの戦士時代という概念が一般化した。中国には西洋的な戦士時代の概念が確立されてからも石器時代がなかったと長く考えられていた。これは中国人は文化的に青銅器や玉には興味を持つが石器には関心を払うことがなかった点や、 自分たちの祖先が石器を使うような野蛮人ではなかったという中華思想的文明観があったものと陳俊心は述べている。これは中国国内だけの考えではなく、フランスの東洋学者ラクペリは1894年に論文中国古代文明西洋起源説にて中国人は文明を持った段階で西方から民族移動してきたという説を唱え、 アメリカのベルトルトラウファーも同様に中国には石器時代はなかったと考えた。1920年前後、地質調査のために招聘されていたスウェーデンのユハン・アンデショーンは石炭の採掘地である修工店周辺を調査中に発掘した化石の中に人類の特徴を備えた歯を見つけ、さらに詳しい調査を行った末の1929年に 完全な頭骨を発見した。これが北京原人であり、中国にも戦死時代があったことが判明した。その後も、石器時代の各段階の遺跡が続々と発見され、新石器時代から有志時代までをつなぐ行商文化、立山文化などの全容が解明された。日本の戦死時代に対する科学的研究は大森貝塚を発見。 調査したエドワード・エス・モースに始まる。1879年には調査結果がまとめられた大森貝塚に加え、ハインリヒフォン・シーボルトが考古節略で考古学手法を解説するとともに、北海道から九州までの貝塚や古墳を調査し、日本考古学の論文を発表したことに始まる。日本の戦士時代は、 旧石器時代から始まり、弥生時代から古墳時代にかけて終焉したものと枯れる。日本の旧石器時代は、浜田耕作らが発掘作業を続けて、考古学的証拠を探し続けたが、第二次世界大戦後の1949年になってやっと岩塾遺跡が見つかり、その存在が確認された。古典的な戦士時代のイメージでは、狩猟採集に頼った。 不安定な食料調達手段しか持ち得ない人類は常に飢餓の危機にさらされ、そのため生活領域も人口も制限される状態が長く続いていたと考えられた。これを展開させた出来事が濃厚の開始であり、トマス・ロバート・マルサスやルイス・ヘンリー・モーガンやビア・ゴードン・チャイルドなどは濃厚という技術革新が 人口増加を吸収する環境を実現し、これがさらなる文化の変革を生んだという説を唱えた。この一つの定説に対する疑問が1960年代から提唱され始めた。現代に生きる狩猟採集民族を観察した結果からその生活は必ずしも厳しいものではなく、また濃厚という手段を持たないわけではないという。 報告がなされた。また考古学的調査から、戦死時代における、狩猟社会と農耕社会の比較において、生存率や栄養状態などはむしろ定住を必要とする、農耕社会の方が劣り、必ずとも、校舎の社会を選択する、必然性にも疑問が挟まれ、むしろ更新予末期の気候変動など、外的要因によって豊かな狩猟社会が一時的に、 不安定な状態に陥り、避難的に、国類採取へ向かった結果が、濃厚発生につながったという考えもある。これには反論もあり、寒冷期と濃厚の発生時期が合わない点や、気候変動の影響は、地域的であり、また容易に回復することなどが挙げられている。M 公園はこれらを指摘した上で、狩猟社会においても、緩やかに増加した人口が臨海点に達し、 それまで食料と認識されなかった小さな獲物や好みなどを食べるように食域拡大が起こり、さらなる人口増加がついには味覚に劣り大きな労力を投入しなければならない国類採取そして農耕へ展開したと主張した。以下にあるすべての年代表記は人類学、考古学、遺伝学、地質学や言語学から推測されたものである。そのため、 最新の研究によって変更される場合がある。翻訳時のウィキペディア英語版には、ポール・トゥルナルが、フランス南部の洞窟から発掘した品々を説明するために用いた、PRA ・ウェイーストリックが用語として定着した。とあるが、用出典が表示されており、フランス語版には、同箇所に出典がないため、本校ではこれを注釈へ復帰するに止める。本客中は、出典。 客中内で提示されている出店を示しています。ありがとうございます。